ダグ・クリスティはアメリカ合衆国ワシントン州シアトル出身のバスケットボール選手。NBA のサクラメント・キングスなどで活躍した。身長198センチメートル、体重93キログラム。主なポジションはシューティングガード。1992年の NBA ドラフトで地元のシアトルスーパーソニックスから全体17位で指名される。しかし契約交渉が難航し、 結局シアトルでは一度もプレーすることなく、ロサンゼルスレイカーズに放出された。レイカーズでは、出場時間に恵まれず、翌シーズンにニューヨークニックスに放出されたが、イースタンクッシュの強豪であったスターゾロイのニックスでもやはり出場時間には恵まれず、シーズン途中で新設された直後のトロントラプターズへ放出された。控えガードとしての起用が続いたクリスティであったが、 1998年にチームがチームの若手司令塔デーモン・スタウダマイヤーをトレードで放出するとクリスティは先発ポイントガードとして起用されるようになった。198センチメートルとポイントガードとしてはかなり大柄なクリスティではあったが当時は NBA 全体でもロン・ハーパーのような守備型ポイントガードが好まれた時代であった。2000年再びトレードによって サクラメントキングスに移籍した。クリスティの才能はキングスにて開花。先発シューティングガードの地位をつかみ、リーグを代表するディフェンダーに成長を遂げ、初めて NBA オールディフェンシブのセカンドチームに名を連ねることになった。また、この時期は3ポイントシュートの精度も向上し、リーグ屈指のシューターとして、名を知られるようにもなった。この時期のキングスには、クリス・ウェバー、ブラデディバッツ、 ペジャスト・ヤコビッチ、マイク・ビビーなどの才能ある選手が揃い、西部屈指の強豪チームとなっており、クリスティのキャリアの絶頂期でもあった。2005年1月、クリスティは、カッティーノ・モブリーとのトレードで、オーランド・マジックに移籍。しかしクリスティはこのトレードに不満でかず、試合出場したのみで、オーランドから放出された。翌シーズンは、優勝を目指すダラス・マーベリックスと1年契約を、 結んだが、出場試合には恵まれず、2006年12月に解雇。2007年、ロサンゼルスクリッパーズと10日間契約を結んだが、それ以降契約を更新することはできなかった。リーグを代表するディフェンダーであり、オールディフェンシブファーストチームに一度、セカンドチームに三度選出されている。相手エースとマッチアップし、得点を封じ込めるエースキラーとして活躍した。また、 ボールハンドリングやパスセンスにも優れており、状況に応じてポイントガードを務めることもあった。シュートタッチもよく、3ポイントシュートの名手としても知られていた。2009年2月、サクラメントキングス時代のチーム名とクリス・ウェバーの永久欠番の式典に出席した際には涙を流す様子が放送された。共材家として知られている。ありがとうございます。